3分間中の水川さん見たことある？ある。ふぅぅぅぅぅぅとか言ってるやんね。あれそういう感じでいいね。ちょっとウェーイ、はい、水川あさみっぽかったね。うん、はい、うん、声やん、はい、声やん。美里が何やらカバンを探っているような仕草。はい、やわー、どうしたんですか。はい、どうしたんですか。どうしたんですか。どうしたんですか。自分でやったんじゃないの。自分でやったんじゃないの。全員美里の方を見る。はは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 は。そうだよ、私だよ。なんでなんでなんで。なんで負けて。突然高笑いする美里。ごほ、そうだよ、私だよ。そうだよ、当てでよ。だって星村くんこんな女と付き合ってるからありえないよね。だって星村くんこんな女と付き合ってるからありえないよね。美里がアピってんの全然気づかないでこの女に行っちゃうんだから。美里がアピってんのにこの女に行っちゃうんだから。なんで美里じゃないのよ。こんなに美里は星村くんのことが好きなのに。なんで美里じゃないのよ。こんなに好き。ちょ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 、オッケー。そう、犯人を見つけ出せば星村くんが振り向いてくれると思って。そう、犯人を見つけ出せば星村くんが振り向いてくれると思って。星村財布密室窃盗怪奇事件に協力したの。星村財布なんちゃら事件になんちゃらしたの。財布はもう返してある。財布はもう返したの。星村くんの下駄箱に入れてあるわ。星村くんの下駄箱に入れてあるわ。怖えやん。怖えやん。怖えやん。あんたも自分の気持ちに正直になりなよ。あんたも自分の気持ちに正直になりなよ。美里部屋から去る。終わり。イエーイ。